土橋克幸は、千葉県船橋市出身の元プロ野球選手、プロ野球コーチ。妻は、女優の白島康よ。陰馬高校の時代は、長打力に欠け、高校3連夏の千葉大会は、決勝戦で、飯田哲也を擁する拓大工業高校に敗れたが、この時に記録した一大会後本塁打は、現在も千葉大会の最多本塁打記録である。 1986年のドラフト会議でヤクルトに2位、指名され入団。背番号は38。入団後は、打撃面で伸び悩み、試合終盤の守備固めの控え選手的な存在だった。また、内野守備でも、イップスにかかり、監督の野村克也の指示で、外野手に、コンバートされる。1992年は58試合に出場。 1993年8月22日の阪神タイガー,アース戦は田村勤からサヨナラ本塁打を打った。1994年6月10日、広島東洋カープ戦は王野豊か,からサヨナラ本塁打を放っている。1994年、前年オフに対談したレックスハドラーニル一種の後釜として、桜井真一、戸橋野健治、 柳田正虎が起用されたが定着できず、6月には土橋が外野手から二塁手として復帰する。バットを短く持ち、右方向に流し打つ打撃に転向、一時3割を超える高打率を記録。イップスも解消され、入団8年目にして、レギュラーの座を勝ち取った。1995年は、シーズン途中から3番に座り、129試合に出場して、 日本一に貢献した。この年は打率2割8分ながら数字以上の貢献が光り MVP 投票でも3位量を多く集めた。その後も二類種以外にも内外野のポジションをこなせるユーティリティプレイヤーとして活躍。チーム状況によって様々なポジションにつき試合途中での守備位置変更も頻繁にされていた。野村からは非常に重宝され、 西部から戦力外通告を受け、同ポジションで似たようなプレイスタイルであった辻初彦をヤクルトに移籍させて、土橋に勉強させ、主力打者の欠場時には4番を打たせたこともあった。1995年にリーグ優勝した際には、土橋は裏 MVP だと最大級の賛辞を送っている。野村が広沢勝美、池山隆館、飯田哲也といった、 当時のレギュラークラスの選手を何度となく叱席したのに、対し、ことどばしに関してはほとんど叱ったことがないと言われるほど強い信頼を置いており、アイディ野球の優等生とも呼ばれた。2000年は規定打席に到達。2001年も規定打席に到達したが、打率は規定打席達成者の中で最下位だった。入団以来、古田敦也と同様にメガネがトレードマークだったが、 2000年オフに、霊執行し、同僚の稲葉厚敷にも、紹介、メガネを外した。2003年は89試合に出場し、打率は3割を超えた。2004年には規定打席数未満ながら、打率3割を記録、健在ぶりを示す。浜野大魔人こと、佐々木和弘に引導を渡したことでも、印象深い選手である。8月8日の横浜戦で、岩村 古田敦也と共に9回表に3者連続本塁打を放ち、佐々木は翌日登録抹消となった。2005年も4月21日の横浜戦で9回裏に佐々木からサヨナラ的時打を放った。救援失敗が続いた佐々木はこの試合を最後に2軍落ちし、8月9日の巨人戦で事実上の引退当板をした後、マウンドから姿を消した。2006年、 チームの選手起用法により、序盤で登録抹消されると二軍生活が続き、同年で現役引退。10月15日の大巨人22回戦において、2番二塁手として先発出場し、現役最終打席となった第3打席で、中前安打を放ち、同じく現役引退を表明した山部太子と共に、ヤクルト一筋20年の現役生活に幕を下ろした。 2007年より、ヤクルト2軍打撃コーチに就任していた。2008年4月20日より、首通の1軍打撃コーチの大田隆に代わり、期間未定で1軍に合流する。2009年は1軍内野守備総類コーチ。2010年からは2軍内野守備総類コーチ。2014年からは2軍外野守備総類コーチを務めた。ちなみに、高校野球千葉県予選決勝を戦い、 ヤクルトに同期入団した、飯田哲也とは同じ年に引退し、共に、ヤクルト2軍コーチへ着くこととなった。2009年は、飯田と共に1軍守備走塁コーチを務め、共にコーチスボックスに入った。2016年から、フロント入り。2017年10月6日に1軍、内野守備走塁コーチ就任が発表された。2020年シーズンからは2軍内野守備走塁コーチ。 打撃面では、追い込まれたカウントでもファウルで懸命に粘ったり、難しいボールを巧みに右打ちするなど、クロート好みの打撃が光り、良い意味で、いやらしい選手との評価が高い。バットを極端に短く持つのが特徴である。手が下がらないように、余った柄の途中にテープをぐるぐる巻いて、ストッパーにしている。後年は、ツバのようなストッパーをバットにつけていた。上原浩二は、 苦手な打者は誰ですかと尋ねられて、ヤクルトの土橋さんですよ。土橋さんには何か投げにくいような感じなんだよね、と語り、山本まさからは、顔を見るのも嫌だった時期があると絶賛されたように、他球団のエース格の投手たちにも一目置かれた存在であった。職人肌の選手で、練習熱心で休日返上で打ち込みをしていた。その風貌、発言、行動から野村に、 哲学者と命名された。また、非常にテレアでヒットを打っても、表情を崩さなかった。口下手であり、ヒーローインタビューは、拒むことが多く、珍しく、お立ち台に立っても、一言二言淡々と、受け答えするだけだった。ヤクルトファンを公言している、村上春樹は、中でも、ドバシをひいにしていた。ドバで、夢のサーフシティバシ選手と変換される。 よ単語登録することを進めている。村上は、自身のホームページの CD ロム版のタイトルを、夢のサーフシティとした。また、声教の白石さんこと、白石正則も、土橋のファンであり、東京農工大学声教の店頭にある、プロ野球チップス見本のカードを、土橋のカードとしたり、一言カード上での、見本カードを変えてほしいというリクエストに対し、 ど橋から買い手とありましたが、継続します。理由は、好きだからです。と公言していた。ありがとうございます。